はい、次やっていきましょう。皆さん、来ましておめでとうございます。はい、まあ、いつまでタイトルからスタートするんですけれども、なぜ、こういうところからスタートしたのかというと、録画ミスをしました。イエイ。さあ、エピソード6を撮れてなかった。まるまるやってたので、まあ、で、セーブもしちゃったんで、まあ、ネタバレ防止のためにちょっと、ここからスタートしたいなと思います。はい。所長室で刑事課の椅子を見つけた日なただったが、何を尋ね無駄ってこと。一体どうなってんの？で、スペンサー君。連日こんな風に、僕とこんな風に会っていいのかっていう、まあ、大丈夫、怪しい匂いがするよ的なところまで終わったと思うんですけど、どういう意味ですか？大鳥刑事が何を言われてるか君は分からないわけではないだろう。知られたら口ばし折られちゃうでしょうね。はい、口ばし。ですが、それも承知でやってきました。どうしても所長に確認したくて。もみ消された14年前の事件について聞き出すまで諦めません。はい、なぜそこまで執着するんだ。ヒューガ刑事の事件について。それは君が国際特別捜査官だからだ。そうです。嘘はないだろうな。はい、所長こそ嘘はないですよね。ふんぬ。ふんぬってなんだっていうね。はい、わかった。頼むからそんな目で見ないでくれ。僕の知っていることをすべて話そう。君は彼らの仲間ではないよ、私。なんだ。はい、彼らの仲間。でもこれで話が聞きそうだよ。で、14年前の刑事課は、君の言う通り、14年前の刑事課には、カムの刑事課長、大鳥刑事、ヒューガ刑事、日野刑事が所属していたようだ。はい。彼らは、組織犯罪対策チームとして、麻薬の取り締まりを行っていた。はい、麻薬やっぱりお兄ちゃんは本当に、刑事課について知っていることはこれぐらいだ。はい、リストは黒塗りされていたが、治癒の特定は簡単だった。腕のいい情報屋を飼っているものでね。この情報屋は、多分。で、日野勝重やったりな。彼について知っている情報は、ある組織に囲われているということ。ある組織。ジェットブラックというギャングだが、今は随分とおとなしくしている。そのギャングに守られて生活しているようだ。何から身を守っているんですか？それは、はい、それは間違いなく例の事件を知る者たちだろう。で、最後。もみ消された事件について何か知っているんですよね。ああ、そうだ、先ほどはすまなかった。だけど、僕はこの章に味方がいない。キャリア組だと目の敵にされている。だからこそ簡単に君を信用するわけにはいかなかった。大鳥刑事に取り込まれたと考えていったからね。どうしてそこまで対立しているんですか？それは僕が父とは違う人間だからだろう。父の話をひとまず置いといて、隠された捜査資料の件だが、君が見つけた捜査資料は複製された資料のはずだ。複製、コピーされたもの。そう思う根拠を話せば、原本がこの部屋から見つかったからだ。症状の入った、額縁の裏に隠されていたんだ。そうなんだ。はい、それを見つけたのが数年前、所長に就任した時だった。でもどうして捜査資料は発揮されなかったんですか？そうなんですよね、これは。もみ消された証拠を残すなんて普通は考えられません。はい。原本に関して言えば、少し、処分し忘れたと、だけだと言えるだろう。当時父は心臓が弱って入退院を繰り返し手一杯だったはずだ。それに少し抜けているところがあったからな。だが、なぜ複製された捜査資料が残されていたのか。それを考えるとある答えに行き着くのだが、その答えは何ですか？ある答え。脅迫だ。おお、すげえ驚いてる。警察署長がもみ消した事件、格好の標的だと思わないか。父が亡くなった時、口座に残された金など、ないに等しかった。それに毎月、謎の花屋へと金を振り込んでいたようなんだ。そうなんだ。花屋。調べてはみたが、実態はなく、怪しい匂いしかしなかった。それに父は、殺害されたと思っている。それは間違いないんですか？
桜木署の、所轄内の病院で亡くなったのが、だが、調査では自殺と認定された。まあね、冷静に考えたらね、その、ああ、でもどうなのね、まあ心臓病気が、なってたんやったらね、そのまま自殺とは考えられないかと思ったけど、するか。するじゃするか。あの父が自殺なら到底考えられないが。調査が適正に行われなかったんですね。まあ証拠としては浅いけどね、この場合は。未だにここは悪の温床というわけだ。主役の根源を断ち切らないことには、桜木署は変わらないだろう。僕はここでは名ばかりの署長だ。孤立し、戦うこともできない。スペンサー君、君が唯一の希望なんだよ。署長。僕が知っていることは全て話した。ありがとうございました。勇気署長は悪い人ではなかったみたい。僕では暴くことのできない真相を絶対見つけ出してくれ。わかりました。君の捜査に期待してるぞ。それはもう勝手に承知の好きです。はい。なかなか愉快だな。愉快で済ませるっていうね。それは気をつけて帰ってくれ。さあ、来ました。花屋の情報が追加されました。はい。所長に話が聞けてよかった。だけど、脅迫の件や、前所長の名の死の謎。誰の仕業なの？もしかするとその人は関与しているかもしれない。お兄ちゃんの事件に、やっぱり日野さんに直接会って話を聞きたい。明日日野さんを探し出そう。はい、次の日。日野さんはギャングに守られているって、所長は言っていたけど、どこに言えば、会えるかな。喫茶店にいてくれるといいけど。で、まあ今から行きましょう。よいしょ。で、いないんだよね。あれ？いないんだったっけ？もうね、録画ミスしたのがね、年内、2018年で、今2019年なんで、情報がね、どこだったっけなぁ。あら、なんか、おかしいな、やってるはずやねんけどな。あれ、どうすればいいんやったっけな。まあ、でも、ここのいいところは、めっちゃ悩まなくていいっていう。いない。なんか知ってませんか？いい朝ね、おはよう。おはようございます。おはようございます。そういえば、来月誕生日でしょ。あ、そうなんだ。知らんかった。セクシーダイナマイト。もう、セクシーダイナマイト。まあまあまあ、今流行りのカンパッチよ。セクシーダイナマイト。へえ、日本ではこれが流行ってるんだ。流行ってるんだね、ここでは。桜木署では。はい、大事なこと忘れてたわ。さっき大ちゃんがあなたを探してたわよ。はい、なんだろう。お、所長のことが耳に入ったのかな？そうそうそう、こうなったら先輩に見つからないように行動しよう。でね。はい。大鳥先輩に見つからないように行動しよう。そう、これがね、なかなかのね、まあもう、やってるんで、もう、先に言っちゃうと、まあ、なんかね、某、ヘミのゲームみたいに、見つかったら、レーダーがあって見つかったらあかんとかじゃなくて、入った瞬間に、捕まるんですよ。なんで、でね、今セーブもしてないんで、そう、この、思い出した。こんにちは。なんで、まあ、後でおまけとして載せるかもしれないんですけど、喫茶店と、その鳥小屋に行った時点でアウトです。はい。こんにちは。はい。こんにちは、スペンサー刑事。なんでね、あそこの二つに行かずに、見事な初見殺しでした。はい。公園の管理にある日野さんとはお知り合いですか？どうしてそんなこと聞くの？会いたいの？
もしかして10年前の時期に関係があるの？はい、なので日野さんに お話をお伺いしたくて。日野さんは警察の退職後か、公園の管理人になったんですか？ちょっと顔色がお力になれずごめんなさい。帰っちゃった。さあ、日野さん本人を探さなきゃ。でもどうやって探そう。はい、むやみに出歩けば、先輩に見つかるかもしれないし。さあ、日野さん持ち物、いつも身につけているものから居場所を探してみますか。ちょっと日野さんメガネを買っていて、これで見つかんねんな。で、申し訳ございません。答え分かってるのでも一発で当てます。ここだよ。はい。どこにおんねんって、あの時はめっちゃ悩んでてんけどな。よし。レッツゴー。見てください、このなかなかの治安の悪さ。警察じゃ、お呼びじゃない、警察はお呼びじゃない雰囲気。これじゃ聞き目無理そう。はい、でここだよ。はい、もう一回やり、もう一発あげます。ここはい、失礼します。勝手に入ります。おったー。あー、はい、国際特別捜査官スペンサーです。お話を伺わせてください。客人なんて珍しいことあるものですね。はい、それはギャングに守られているからですか。日野さんにはいくつかお尋ねしたいことがあるんです。はい、わかりました。さあ、捜査資料について聞きますよ。日野さんは以前桜木署に勤めていたんですか。はい、その顔はもう答えを知っている顔だ。隠しても仕方がないみたいだね。そうだ、勤めていたよ。日向刑事に起こ、が起こした事件、もちろんご存知ですよね。さあ、話してくれよ。いい加減にしてください。揉み消した事件について。こんなところでひっそりと生きている老人だ。波風立たない代わりにこの街での生活が保障されている。分かってはいただけないですか、刑事さん。話していただけるように身の安全は国際特別捜査官が、捜査局が保障します。マジか。だから教えてください、日野さん。真実は茨の先に。たどり着けましたかな？そのフレーズは、そう、だいぶ時間が経ったけど、そう、日陰の羊。日野さんだったんですよ。私は日陰の羊の導きで兄の捜査資料を見つけ、あなたにたどり着きました。それならもう隠す必要はないんじゃないですか。14年前に一体何があったんですか。兄はどうなってしまったんですか。さあ、答えてくれない。日向さん、まず謝らせてください。日向さん、あなたからお兄さん、日向刑事を奪ったのは、この私だ。その奪ったっていう表現がさ、それはつまりそれは、私は見て見ぬふりをし、悪に屈してしまった。どれほどあなたに謝罪したかったか。許されるとは思っていないが、ずっとこの日を待っていたんだ。この14年間、罪悪感が私を四六時中苦しみ続けた。だが、これで予約解除されるわずかだが、安堵も感じているんだ。それ、だってお兄ちゃんはどうなってるって話になんねんけどな。14年前、刑事課。さあ、真ん中がお兄ちゃんかな。証拠品の麻薬なんですが、一つだけ違うテープで梱包されているんです。これね、このガムテープの色の違いは、もう、ガムテープ切らしたやろって思っててんけどね。些細なことだと思っていたんだ。
押収したが、麻薬の一つに別のガムテープが使用されているなんて、そう大したことではないと思っていた。なんか一緒きりの話ではなかった。まただ。はい、コーンをたびたび一つだけ違うなんて。それに、押収した時はすべて同じ梱包状態だったはず。まさか。ここで横領、横領じゃん。その、横流ししていたとは思えへんけどな。しかしそれが何だったか私には分からなかった。その会う日のことだった。さあ、どうするんですか。早いとこどうにかしないと。その後、ヒューガーゲージが失踪したと聞かされた。さすがの私でも、なぜ彼が消えたのかなんとなく分かっていた。ヒューガーゲージの身に危険が、ヒューガーゲージの身に危険が及んだのだろう。この時にどこかへ訴え出ていれば事態は変わっていたのかもしれない。だが私はそれを行わなかった。その選択が間違っていたと、後になって気づくとは。愚か者の極みだ。おー、怖いぞ。日野さん、今年で定年だろ。この書類にサインくれたら、穏やかな老後が待っている。それじゃ、確かに伝言は伝えたからな。差し出しされた紙には、ヒューガ刑事が犯したとされる罪が綴られていた。ヒューガ刑事の無実は火を見るように明らかだった。それなのに私は捜査記録にサインをし、事実を語らないことで自由を得た。多額の退職金とともに。なんてことなの、本当だよ。だが、そうまでして得た金にどんな価値があるのだろうか。持っていても仕方がないの金だ。桜木、第一公園の建設に使ったよ。しかし、それで気持ちが晴れることはない。私は年々刑事でありながら悪に屈してしまったんだ。せめてもの償いと、一人残された日向刑事の妹。あなたを裕福な家庭へと、養子に出した。そう、この人はやってんな。どんな悪の手も届かないであろう国外へと。そして一年に一度届くあなたのご用心からの便りで、捜査官となりこっちへ来ることを知ったんだ。その後は日陰の執事となのにあなたをここへと招いた。そして見守っているつもりだった。もしかしてピンクのテレビ屋は日野さんのものですか？あるスパイを桜木署に送り込んだが、どんな方法で見守っているか、それは私にはわからない。セクシーダイナマイトってさっき見たなーっていうのを、この前やってた同じリアクションしてた気がする。だが、それで罪滅ぼしができたなんて思っておらんよ、ほんまやで。思うなよ。許されることのない罪であると、今も自分を呪い続けている。見て見ぬふりをしたことは許せないと思います。だけど、同じ立場になったら私だってどんな行動に出るか。それに今は何を言ってももう取り返しはつきません。日野さん、勇気ある告白をありがとうございました。捕まえるんだよね。結果的に海外へ養子に出されたことは事件への近道になりました。日本の警察はサイキックの採用もないみたいですし。それに、本当に感謝します。ほんまに海外にはサイキック枠があるのか。では、私は、署に戻って捜査の続きを頑張ります。無理はなさらず、また日陰の執事として連絡します。それと、しばらく私は潜りますので、街で会うことはないでしょう。そうですか。それでは、お達者で。はい。これからやらなきゃいけないことが山積みだ。一体、お兄ちゃんは何に気がついたんだろう。だけど、今回、日野さんの話で確信したことがある。やっぱりお兄ちゃんは罪を犯してはいなかった。もしかすると、カムロ刑事も先輩もお兄ちゃんの無実を信じているんだ。だから諦めず行方を探してるんじゃ。でも所長が言ってたよね。君が見つけた捜査資料は複製された資料のはずだ。はい。脅迫のために複製されたとしたら、カムロ刑事は信用できない。先輩だってね。はい。一緒に事件を解決しようって誓ったけど、今は信用できないよ。なんだか気分が頭が振らず胸も苦しい。ここでエピソード6が終わり。
はい、ということで今回はここまでです。まあ、次も、やっています。はい。なので、キップ A の、私を次回までお楽しみください。それでは今回はここまで。それではまたお会いしましょう。それでは、バイチャー。多分おまけあります。はい、おまけです。さあ、大気レーダー。この状態で、警察署の、取り具合に行くとどうなるか。はい、行った瞬間に、しまった先輩がいる。さあ、ちょっとこっちへ来いよ。今日はとことん付き合ってもらって分かっているよな。って言って、エピソード6が終わります。で、セーブ行かずにこんまんま、行きます。なら、じゃあここに、鳥小屋の中に、先輩がいるんだったら、じゃあこっちにはいないんだろうって思ったら、いるっていうね。はい。あ、止まった。はい。ということで、エピソード6が終わって、こんばんは、いきますと。タイトルに戻りますと。はい。ということで、おまけはここまでとなります。はい。またお会いしましょう。それでは、バイチャー!